はいみなさんこんにちは2021年ここが出たマンション管理士本試験回答速報、えー、担当は、ね、私レック専任講師の小野と申しますよろしくお願いしますさあ改めまして皆さんねお疲れ様でございましたまあ2021年マンション管理士試験もね終わりまして で皆さんどうですか、ね、まああの手応えを感じている方あるいは感じていない方ね、えー、まあたくさんいらっしゃると思うんですが、えー、今回ですねこの「回答速報」というタイトルで、えー、私大体いい15分ぐらいかなまあ15分から20分ぐらいね、えー、お話をさせていただきますが、えー、あらかじめお断りしておかなければいけないのはねあのやはりこの時,時期というかこのタイミングでございますのでえっ、ー、と回答番号ね 正解は何番であるとでもって合格基準点は何点ぐらいであるとまあ言ったことを期待している方がね多いかと思うんでございますがすいませんあのそれはまだなんですえー、それはまだ言えないんですもう実際ですねえー、もう先ほどね私の問題ね解きましてで回答は一応出したんです、えー、出したんですがその裏取りの作業とかねそういったものがございますあとはデータが全くゼロの状態でね まあ大体、合格点こんなもんじゃんっていい加減なことは言えないので、まあそういったものはね、ちゃんと正確なデータが揃ってから改めて発表します。まあですからね、えー、正解釈が何番であるとか、あるいはね、えー、合格基準では何点になるとかいうんではなくて、えー、まあ解いてみて、だからいろいろねで、私はあの法令です。まあ民法と、それから区分所有法ね、まあこのあたりを担当します。 それについいててての、ね、中身的なお話を、ね、させていただこうと思ってま,すまあ簡単に言うと所管というかねそういったお話をさせていただきますでいわゆる管理実務といえばいいのかな、えー、規約ですとかあとはね適正化法、まあ、規約と適正化法、まあ、管理実務といえばいいのかな、えー、そちらの関係の方をですね、えー、有山先生に、ね、お話をしていただきます、えー、そして設備会計会計設備ですね えー、今年は仕分けズバリは出たかったということでございますけどただ、えー、あの仕分けもねちゃんと知識持っていれば会計書類分かったかななんて問題が出題されておりましたねでその辺り、えー、会計とかあと設備関係、えー、そちら関係は亀田先生にお願いすることになってますで,ですが私の方はですねまああのえー、っと まあ問題の番号でいきますと問いの1からですね一応問いの19ぐらいまでが私ね視野に入っております。まあ円滑化法とかねえぐらいまで入っておるんでございます。ただまあね問いの18とか19ねえっといわゆる不当法ですね不動産投票あと円滑化法ねまあこの辺りはなんだろう まあ、管理実務関係かな、といえばそうかもしれないんですが、まあ、そうだよね、ええ、まあ、あまり、近接に、ね、お話をしていくことにします。大体、大統領の19番ぐらいまでがね、ええ、まあ、に入ってお話をしていくのでございますが。あの、法令につきましてはですね。手強い、かったかな、それは、第一、第一の印象です。まあ、その、手強いっていう言い方ね。 あの簡単かどうかというふうな言い方をするんであるならばどうなんでしょ何かといいますとですね、えー、でこれそうですね今回私ですね,うんとですね今申し上げましたように正解誌が何番であるという話ははね、えー、基本的にはやりません,ん、えー、今私がですねいやこれね問いの何番は正解詞これですよなんて言っとおいてねでもって実は私がですね誤解をしておりましてね後で訂正が入ることになりますとね いや嘘言ったとかで私が嘘ついたっていうんら収まるならいいんだけどね、えー、とレックはねゼサラムを言う、ねあのーね、会社であるとかねえい、ー、うふうにもう全体的に迷惑かけたくはないので、えー、基本的にはは何番が正解している方はして方ませんところどころねあの触れざるを得ないので言っちゃうこともあるかと思うんですけどね、えー、そこのところはまああの「絶対ではないよ」ということをねあらかじめ、えー、心がめとして聞いておいてください。 さあでですねえまあ今回ですねそうやってねやってたんですがあの不動産登記法これ結構やっぱり厄介な問題出ちゃいましたって感じですよねまあですからこの辺りも本当に例年っていう感じなんですえまあ手ごわかったかなっていう印象をね先ほど申し上げましたけどもじゃレベルが上がったか下がったかだっていう話でいきますとねうんそんなに変わってない気がするんです。 まあ、例えばですね、あの不動産投票ね、これ問題が、ね、当時の18番にございますが、この十八番ね、コロナの当時の18番にございますが、えー、この辺りがですね、何て言うんだろう、ねえー、今年ってやたら楽じゃんとかね、まあ言うんであるならばね、えー、それはまあ楽かもしれません。で、確かにね、あのまあ、不動産投票ね、えー、不動産投票の 法律知識をしっかり持っていれば、まあこれなんじゃんっていうのはね分かるかもしれないけど、これ全体としては、ね、非常に細かいですよね。まあですかね、えー、まあそうだ不動産東京は相変わらず案の定難しかった、時にくかった、えー、と思います。まあでね、ちょっと私、えー、の越見になってしまいますからね、それはなかなか言えない国家ここ先ちょっと言えないんですが、まああの設備はそれほどね、まあなん。 なな問題っていうのは多くなかったじゃなななないいかううような話なんですただこの辺りね亀田先生にねお話をしていただきますのでまあ私はですねそんな気がしてるかなってだけの話なんですまああとねえっ、ー、といわゆる規約もですねこれは有山先生のお話になっていきますんで、えー、私の方がね細かいことは言えないんですがただ規約もですねうんちょっと細かいものもあったかなって印象はあります。まあ、正確に抑えていなければってやつ あまり変わらないと思います。えっ、ー、とマンション解消試験だは、ね、そういった傾向は強かったですから、あまり変わらない。で法令もそういう意味においてはあまり変わってないと思ってます。ただでがつきますね。えっ、ー、と手強かったかなって言うのは、解きにくかったんじゃないかなっていう印象をまず持ってるんです。だ、皆さんね、えっ、ー、といわゆる受験テクニックとして。えっ、ー、と、今何番から始めるよと。いうのをね、まあ決めてるいらっしゃる方いらっしゃると思います。 まあだいたいマンション管理の試験もね、A、問いの1番から問いの7番から8番ぐらいまでがね、A、まあ大体ね区分法が入っていてなんてねでまあ8番からね1516番までが民法とかねまあ大体そんな感じそのぐらいね正確じゃないんで大体いいそんな感じただそのあたりね時間がかかるかもしれないからね、A、20番以降から始めようとかねいう方もいらっしゃるかもしれませんいわゆるあの何えっ、ー、と設備系法令といえばいいですが都市計画法とかね いいらっししゃるかもしれないけどただ問いの一番から始めた方ねえー、今年は問いの一番から始めた方は、まあ、なんというかめんくらったんじゃないですか、ね、えー、問いの一番はね、まあ、図があって、えー、いきなり図がありましてねでもっていきなり個数問題で今年ですね個数問題が多いって印象をお持ちの皆さんいらっしゃるかもしれませんがそんなに数として多くなかったかな。 えまあ権利関係ね2個あった権利関係っいうのはいわゆる法令ですよねえっと区分法とかねいわゆる民法とかねそういった権利に関する不動産の権利に関する分野ですねえそういったものに関しましては2個ありましたねって感じなんだけどえただまあ規約の方で5個ぐらいありましたからねえただ問いの1番と問いの2番は個数問題ですこの辺りでねいきなり個数問題かって面食らった方いらっしゃるかもしれないしあ問いの1番ですね えーっとまあこれは問題を映しちゃっていいかな。<laughs> 問題を映しちゃっていいかな。うん、えーっと、の一番こんな感じでしたね。はい。まあ,であの、別に問題の解説をするっていうね、今回いてはございませんので、えー、っと、細かい中身的な解説はいたしません。まあ、い,いたしませんけどね。まあ、受験した皆さんですよねと思っちゃいます。あの、お手元に問題持ってますよねってこと。まあですからねえー、っと試しに 何マンション管理士どんな試験案の試しに見てみようかなって皆さんはねえもしかしたらお手元にないかもしれないけど、まあ、そこはあまり気にしてません、えー、皆さんね、えー、今年受けて今まさに問題持っててという方を想定してお話をしていきますまあこういうケースにいきなり図があってでいわゆるタウンハウスとかね <laughs> まあありましてしかも個数問題とかねき、えー、ましたでえっ、ー、とこれもですね我々講師はですね まあ皆さんにいつも申し上げてるんですがあのマンション管理士というのは試験はね、えー、まあもう何というか <laughs> 設定をですね無理やりにでもマンションの管理寄せてくるっていう発想ねまあですがこれもですね抽象化した問題でいくならばうんそんなに厄介ではなかったかもしれないっていう印象はあるんですね。ただ状況図にされて タウンハウスでとかねでもってこれ敷地を貸してますとかね<ん> A はお土を B に平地を C に賃貸,賃貸してるとかねうん何どういう状況とかなってるかもしれませんけどねまあただこれを抽象的に考えていきますとねまあなんというかそれほどね中身的には <laughs> えっと、うん、ね難解なもんでもなかったかなって気がするんです。 えー、ちょこっとだけお話をしちゃいますけどねまあすいませんこれはあのいわゆる書感を述べる上での便宜なんで例えばね、えー、あの例えば「う」ですよね「う、ね」ねえ例えば「う」なんかがそうなんですよね「う、ね」ね,ねえー、っとあう」だいい」でいきましょうか「い」とか「え」をやっときましょうかね「い」とか「え」抽象的でいくと「い」と「え」がやりやすいかな「い」なんですけどね「B」と「C」は「へい」と「おつ」と「へ 鎮借権の準共有なんて書いてあります共有ってことはさ二人で一緒に持ってなきゃいけないんだね二、えー、人で一緒に持ってなきゃいけないんですけどもね、B はね、A B はオツを借りてますねは平地は C が借りてますねいや二人で一緒に借りてるものないっすよねだから えー、まあ敷、ねまあ、地利用権賃借権なんてねなんかこう難しく考えずに、ね、えー、っと B と C で2人で共有している権利あるかなってないわねとかね、えー、だから「い」はこれはおかしいかなってなるでしょから「イオンもそうね「エもそうね」ね「えね」えー、っとね敷地利用権まあ低闘技設定できるとか。 ええございますけど。ええ、賃借権に抵当権設定できるかっていう問題ですね。これ。<laughs> ね、まあ、ですからし、敷地利用権とかね、なんかややこしいこと書いてありますからね。なんか一見難しそうに見えていくんですが、まあ、賃借権に。抵当権設定できますかとかね。いう話なんです。まあ、だからね、先ほど申し上げましたように。マンション会社の試験というのはね。もうマンションの管理。 要するにそういったものに全て寄せていきます。だから抽象的に考えていきますとねあらーって問本題はねいやこれなんだってね基本的なものかなってものも中にあったりします。だからそのあたりでね、えー、こういったところで負けなかったかなっていうのが一個大きなポイントになるかな。あとはですね根拠がですね根拠がないと言えばいいのかな。 なんだろう、そんな規定はありませんよね式のものも結構あったんですね、えー。そんな規定はね、ありませんですよとかね。いうものもね、えー、そこそこあったかな、うん。まあ、例えばでございますけどね、うんと、問いの四番なんかもね、少し話しましょうか。問いの四番ね、うん。まあ、これもね、まあ、若干細かいっちゃ細かいんでございますが。うん、問いの四番なんかもそうね。うん、えー、問いの四番なんかもそうなんですが。 まあこれはいわゆるね管理所有の話で管理所有の問題が来ましてねで1番です規約において法定共有分でだけでなく規約共有分についても管理所有の対象とすることができるまあこれはでも言っちゃっていいのだで,できますよ <laughs>、ね、できますねこれまだ新しいんだけどええーまあ、言っちゃっていいと思いますけどね、まあ、これあの誤ったのはどうですかっていうことですかね1、まあ、番正解ではございませんけど。 えー、ただこれもね一番丸した方ね、まあ、多くいらっしゃると思うでも皆さんそういうふうにこういうふうに聞いちゃおうかなはい、えー「区分所有法の規定によれば」って書いてありますねどこに書いてあるかご存知の方いらっしゃる、えー、区分所有法の何条に書いてあるかですよ法定共用部分だけではなく規約共用部分も管理書類の対象とできるって 何条に書いてあるかというふうに聞いて答えられる方はいないはずなんです。何でかというと書いてないからですよ。法廷共用部分のみならず規約共用部分についても管理所有とすることができるなんていうね区分法の規定はないんです。何かというと共部分についいててでできるると書いてあるんですよ言い方変えましょうか。はい、否定されてないんです 法定共用部分のみであって、規約共用部分では、ね、いけないと、禁止されているということはないんですね。ま広く、共用部分なら、オッケーってことですから。まあですから、これね、一番につきましたね、正しいと。えー、まあね、どこに書いてあるんですかって言うんだうならば、ば否定しておりません。規約共用部分を否定せずに。共用部分は、できるって書いてある。だからできるんですよということになっていくんですね。で、さまざまな文献もね、今。 ね、えー、調べたんですがやっぱりねどの文献もですね括弧営業業を含むと書いてありますから、ね、そういうことなんですだからそういったものですよね、えー、まあね要するにね、えー、どこに書いてあるんですかっていうなるならば逆なんです、ねえー、要するに除外されていないので含まれているはずだとかね含まれているとか、ねえー、それからね例えば例外規定がないので原則通り行くんだとか。 いう問題がね選択肢はそこそこありましたねだう難しく考えずにねえー、難しく考えずに今もそうですよ一番もそうね、えー、法定共諭文規約共諭文あれどっかに書いてあったかというのではなくてとりあえず管理所有というのは管理者が共諭文について、えー、ね所有者になってい,いうのだから、ねえー、規約教諭文は絶対ダメであるという発想をお持ちになっている方いらっしゃらないと思いますよこう言われたから迷ってある方いらっしゃるかもしれませんなんだけどね 普通に考えて、900分絶対ダメじゃんってできるわけないじゃんって方は多分いらっしゃらないと思う。まあ、だからそういうところでね、な、え、ん、ー、だろう難しく考えすぎずに、まあ基本的な知識で、えー、まあ解いていった方がそこそこ、えー、迷わなかったかと思うんです。まあですからね、これはもう我々もね講師の時は必ず申し上げているんですが、マンション管理試験ね、えー、とりあえず50%ライン引きましょうよ。 全受験生の五十パーセント以上の方が正解する問題を正解すれば合格基準に達します。まあ一桁ですからね、正解あの合格率が一桁です。で今年もね多分変わらないと思いますよそこはね。えー、今年だが二十パーセントするとかね、まあ多分ないと思います。やっぱり八パーセント九パーセントぐらいで合格率は揃えてくるでしょう。でもね、えー、まあ全受験生の五割です。ね、まあ五割のラインのところをねまずはしっかり取らなきゃいけないんです。 ととなるとねこれですよ普通に考えてなんですよ普通に考えてね、えー、10人集まったらそう50人の皆15人の皆さんがねいや気役呼ぶ絶対ダメじゃんって言うかどうかなんです、ねえー、そういうことは言わないと思いますよやっぱり10人のね実力のある方がねと言いますかしっかり頑張った皆さん10人集まったらねいやそれ見たことないからできるでしょうよとなるはずなんです、ねえー、だとするんだろうならばそうね、えー、皆さんだったらどうかという基本的なところをね、えー 村井にとって回答すれば法令もねまあ対処できたかと思うんですただ冒頭申し上げましたよ今みたいな問題もそうねまあちょっとね試験解除ですから、えー、あれって思っちゃったりするとね,ねまあもしかしたらとかね、えー、思ってしまうとやっぱりね、えー、そのもやもや感はどんどん膨らんでいきますから、えー、そのあたりね基本的知識をしっかりと身につけて、えー、そしてあと試験ね 問題なんかもねねトレーニングをしてです、ね、マンション管理の試験っていうのは、えー、まあ要するに単純な知識もね何かこうひねってというか見せ方がマンション管理に寄せてくるんだとだから、えー、まあ単純に考えてるようにしようとそして、えー、10人揃ったら5人100人揃ったら50人の人はどう考えるかといったようなねまあ要するに試験対策のねテクニック等々なんかもちゃんと考えた皆さんはうーん 結果的に得点できたいい方が多いんじゃないかなか、えー、ただ今言ったようにねじゃあそれは簡単だったかというのならば今回今年に関していくならば法令はねまあ手ごわい問題が多かったかと思ってますまあですからね、えー、皆さんこれからですねまあ我々のねレックもこれからねえっ、ー、と正解番号なんかもどんどん発表していきますまあただねえー、あの合格点何点取ればいいかっていうのは今んところ分かりません まだデータが全く揃っておりませんから分かりませんので、えー、それはもう少し時間をねいただくことになるかと思うんですけどまあとりあえずねえー、っと今日試験終わって、ねえー、受験してね皆さんね終わった皆さんね、えー、お疲れ様でございましたはもうなんいまあ何て言うのかな、えー、今日も本当に何も考えずにというかな何も心配しないでね、えー、ゆっくりお風呂でも使ってね体を休めていってください。 さ、あ、それではね、えーっとマンション管,管理士本試験ね、回答速報なんですが、まあ法令編ですね、えー。法令に関してはね、えー私このがお話をさせていただきました。えーお願いといたします。皆さんお疲れ様でございました。